リユキ、リセツゼイ、リイシュールイ、エルアイザウェラ、1991年1月24日帯は、中華人民共和国の女子バドミントン選手。自己最高世界ランキングは1位。ロンドンオリンピック女子シングルス金メダリスト、重慶市出身。2004年、重慶のバドミントンチームに入り、中国のジュニア全国大会で3年連続優勝を達成。 中国代表チーム入りし、2008年のアジアユース選手権で優勝。2010年、19歳でアジアバドミントン選手権大会優勝。2012年は2月のドイツオープンで優勝すると、翌月の全英オープンで BWF スーパーシリーズ初優勝。アジア選手権、インドオープンも制覇して、世界ランクを3位まで急上昇させ、ロンドンオリンピック、 中国代表に選出された。ロンドンオリンピックでは予選リーグから1ゲームも落とさず決勝に進出。決勝では2011年世界バドミントン選手権大会上で世界ランク1位の大田田士冠を21から15、21から23、21から17で破り金メダルを獲得。2016年にはリオデジャネイロオリンピックに出場したが、 カロリーナマリンとの準決勝で、左膝前十字人体を損傷し、奥原希望との3位決定戦を起きけん4位に終わった。ありがとうございます。